ジョージア侵攻は、ジェンキンスの耳の戦争中の1742年7月、スペイン領フロリダのスペイン軍が、グレートブリテン王国との係争地である、ジョージア植民地を攻撃、奪取しようとした戦役。ジェームソオグルソープ率いる現地のイギリス軍は、ガディ・ホールクリークの戦いとブラッティマーシュの戦いで、スペイン軍に勝利、スペイン軍は撤退を余儀なくされた。 イギリスのジョージア領有は後にマドリード条約で承認された。ジョージア植民地は1733年以降、イギリスとスペインの間の係争地となっていた。スペインはジョージア植民地にあたる地域をフロリダ植民地領として主張、イギリスの植民者を不法選挙であるとした。紛争を解決する試みとして1739年のエルパルド協定が締結されたが、 スペインは主張の取り下げを拒否した。同年にジェンキンスの耳の戦争が勃発するとスペインはジョージア進行を計画した。イギリスのジョージア総督ジェームス・オングルソープは小さな軍勢を編成1740年に先制攻撃としてフロリダを進行した。イギリスはサン・アウグスティンを包囲したが撤退を余儀なくされた。その結果スペイン軍の指揮官 マヌエル・デ・モンティアーノはジョージアへの攻撃を始めることができた。イギリスは他の戦場を抱えていたため、植民地への増援や援助の余裕がなかった。マヌエル・デ・モンティアーノのサンマルコストリデスペインのマヌエル・デ・モンティアーノ総督率,率いる進行軍は4500人から5000人とされ、うち約1900から2000人は上陸軍だった。正規軍、民兵。 インディアンの混成軍であったオグルソープの軍勢は1000人未満であった。セントサイモンズトリデの中流軍は進行軍に砲撃したが上陸を阻止するには至らなかった。1742年7月5日、モンティアーノはフレデリカ川近くにあるガスコイン岬の近くで船36隻から1900人を上陸させた。 大人数の軍勢に直面したオグルソープは、スペイン軍が強襲を仕掛ける前にセントサイモンズ、砦から撤退することを決めた。彼は砦を、スペイン軍に使われないよう、中流軍に大砲を破壊させ、砦にできる限りの破壊を行った。スペイン軍は、翌日に砦を占領、侵攻の基地とした。そして、モンティアーノは、イギリス軍の勢力について、 情報を得るべく偵察を開始した。兵士と補給を揚陸し、セント・サイモンズ・トリデで足場を固めると、スペイン軍は近くへの偵察を始めた。スペインの偵察隊はセント・サイモンズ・トリデと、フレデリカ・トリデをつなぐ道を見つけたが、軍道ではなく農業用と勘違いした。7月18日、セバスティアン・サンチェス大佐率いる偵察隊、約115人は道に沿って進み、 フレデリカトリデから1.5マイルのところで、ノーブル・ジョーンズ率いるオグルソープの軍勢に遭遇した。両軍の間で後に、ガディーホール・クリークの戦いと呼ばれる小競り合いが起き、スペイン偵察隊は3分の1が戦死か捕虜にされて、敗走した。オグルソープの軍勢は、ミリタリーロードを進んで追撃、セント・サイモンズ・トリデへ向かった。しかし、スペイン軍の捕虜から、 スペインの大軍がフレデリカ砦に向けて進軍していることを漏らすと、オグルソープは増援を集めるために別行動をとった。イギリス軍はガリーホールクリークの戦いに敗れたスペインの偵察軍を追撃したが、スペイン軍の増援が進軍してくると退却した。そして、イギリス軍がミリタリーロードのとある曲がりに着くと、サザーランド大位とマッコイ隊位は停止を命じた。 イギリス軍は密林に隠れて待機、スペイン軍が来るところを待った。スペイン軍はイギリス軍の予想通りやってきて、武装を解いて晩ご飯の準備を始めた。そこへイギリス軍がスペイン軍の不意をついて攻撃、約200人を殺した。このブラッディマーシュの戦いは、スペイン軍の進軍を押しとどめ、結果的には決定的な戦闘となった。 勝利の功労者は、オグルソープとされたが、彼が到着したのは、戦闘が終わった後であった。モンティアーノは、スペイン軍を再編成、さらなる進軍を準備した。一方、オグルソープは、なんとか、スペイン軍を島から追い出そうとした。数日後、南側にある、スペイン人の集落に接近したオグルソープは、とあるフランス人が、イギリス側から脱走して、スペイン側に寝返った。 ゴグルソープは、この脱走者が、イギリス軍がいかに小勢だったかをばらすことを恐れて、軍学隊の腰を引っ張り出して、まるで大軍であるように振る舞った。さらに、彼は脱走者に、イギリスから援軍が派遣されるまで出任せを続けるようにと手紙を書き、スペイン軍に、彼が派遣したスパイであるように勘違いするよう仕向けた。そして、スペイン軍の捕虜に手紙を持たせて釈放した。捕虜は、 オグルソープの目論見み通り手紙をスペイン軍の士官に届け、フランス人脱走者は処刑された。さらにちょうどイギリス船が到着したためイギリスの援軍が到着したとのスペイン軍の勘違いはさらに深まった。結局スペイン軍は7月25日にセンとサイモンズ、島から離れ、ジョージア植民地への最後の進行を終わらせた。 ブラッティマーシュの戦いの記念碑スペイン軍を撃退した。あと、オグルソープは反撃として、スペイン領フロリダへの侵攻を計画したが、戦場がアメリカからヨーロッパへと移ったため武器、補給、兵士などが不足した。ジョージアとフロリダ一帯はなし崩しに停戦、いくらかの小競り合いが起こったのみとなった。オグルソープは後に順将に、昇進、年に、ジョージアを離れて、 帰国以降イギリスを離れることはなかった。1748年のアーヘンの和訳により、戦争が終結、ジョージアはイギリス植民地として承認され、スペインもマドリード条約でそれを承認した。さらに7年戦争を終結させた1763年のパリ条約により、スペインがフロリダをイギリスに割譲すると、ジョージアの地位は揺るぎないものとなった。 サバンナのワームズローシア土地では、毎年5月最後の土曜日に、ジェンキンスの耳の戦争の記念行事が行われる。ありがとうございます。